はいどうも、ゼロゼロチョンです。本日はですね、届いちゃいましたあの商品ですね、開けていきたいと思います。オキシショットですね、こちらの方の紹介をしていきたいと思います。オキシショットって何なのって方が大半だと思いますが、こちらは、高濃度酸素水ですね。ちなみにこれ 250g なんですけど、これで1万円します。相当高いですが、非常にね、効果の高い、製品っていうことが、まあ、言われてまして、まあ、どのスポーツでももちろんお使いいただけるんですけども、一番有名なのはね、ランニングとかで使われてることが多いみたいです。まあでもね、パッケージにも書いてる通り、スキー、ゴルフ、テニスもちろんそうですし、まああとはね、サッカーもありますね。サッカー、ウェイトリフティングとか、ラグビーももちろん使っていただけるような商品となっております。で、国内ではね、まあ、契約しているところで言うと、ナスブラーゼンっていう、自転車のプロチームですね。僕自身もね、栃木県で住んでたことがあるので、ナスブラーゼン、宇都宮ブリッツ店に並んでね、よく知ってるんですけども、そういったね、プロの、サイクルチームでも、使われている、実績のある高濃度酸素水となります。中身ですね、水道水とかでだいたい3から5とかだったかな、3から 5ppm ぐらいの酸素含有量なんですけども、こちらは、15万 ppm、そう、何倍かちょっとすぐ計算できないんですけど、酸素濃度を誇っている製品になります。こちらの酸素水は、だいたいね、蓋が開いた状態でも8ヶ月から10ヶ月ぐらいは、濃度が保たれるといったような、ものになってまして、確かマイナス10度とか11度以下もしくは40度以上の高温のところに置いておくとちょっとやっぱり悪くなるみたいなので、基本的にはね、低温で保管していただけたらいいかなと思います。あとは飲み方ですね。基本的には 10ml 程度、これ 250ml なので、これだと25回分ですね。スポーツの前でもですし、心拍が上がってきてきつい時、しんどい時に 10ml 飲むとかなり、心拍が抑えられる、要するに楽に走れるようになるとか、さらに走れるようになるといったような商品になってます。ただ注意しなきゃいけないところは、これ自身がね、アルカリ性の飲み物であるので、酸性のね、飲み物とかに混ぜてしまうとかなりね、悪いみたいです。で、取るとどうなるんかっていうと、だいたい3、40分とかは効果が持続するらしいんですが、より、酸素運搬能力が高まります。なので、より力を発揮しやすくなる、一瞬の爆発力、パワーが上がるとか、あとはもちろん運動量ですね、高強度の運動を長時間続けることができるようになるといったような商品になっております。オキシショットの紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回。